旅大島でーす。オリオリのふるさとということで、なんかレアなグッズ1個紹介してよ。1回目レアなふるさとグッズを紹介したこれは初優勝した翌日のスポーツ新聞全紙。あわゴリゴリ、名前も大島っていうのがまたいいですよね。大島さんの名前で、ちょっと待って、俺もレアなグッズ持ってるんだけど。何持ってる？何何何、あのフロンタールのワッペンの下にある葉っぱ編みました。その一箇所だけ、なんてこんな一箇所だけ編みました。あのアイバーさん、編み物得意なんで、たまに個展やってるんで、皆さんぜひ足運んでください。これレアでしょ。これね、レアではねえよ。欲しくはねえけど、あんだろうがすごい。さあ、というわけで、ここは行きましょうか。こちらのメンバーでやっていただきますのは、こちらでございます。タクマッチ大喜利。皆さんにはこれから川崎フロンターレにちなんだお題で大喜利やっていただきます。ただの大喜利ではございません、はいはい、タクマッチ大喜利ということでですね、皆様、会場にいるこちらの皆様をお一人タクマッチのパートナーとしてスカウトして会場に連れてきてください。で、あのよくあるやつ、大喜利で何々の何々みたいな、上の句と下の句を、はい、そのお客様と一緒に考えていただいて大喜利やっていただきます。はい、あ、参加賞もございます。参加賞というわけで、参加賞ちなみに直筆のサイン選手からいただいてます。これランダムでだよね。これはまあランダムで差し上げましょうかね。これ嬉しい、これ嬉しいと思う。はい、しかもね、色紙もなんかそのフロンターレと特別色紙になっておりますので、じゃあというわけで、まあ、タモンズチーム、まあ、出身というか、で大島は1人、アーバーさん1人で、はいはい、インポッシブルタモンズも1人ずつ連れて、はい、でじゃあもう降りていただいて構いませんので、はいはい、よかったらじゃあ参加したい方はじゃあぜひ手を挙げていただければ。いや、誰が一緒に参加してくれるか。でもサイン、家永選手のサインとか、はい、同じバナダ選手、佐々木選手、ちびっことかいたらね、ジェジエウ選手、あ、ぜひじゃあもう降りていただいてスカウトしてください。どうぞ。参加したいギャル、ギャル行くから、ギャル、スカウト活動行きますよ、みんな。おのおの芸人が思い出に手を挙げてくれる。じゃあ、僕行きますか。ぜひ一緒にやってくれる方いますか。あ、もう大島見つけた。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそいらっしゃい、見せてください。あ、フロサポの方、うぃ、少年、少年、さくら出るのかな。うまそうだな、フロンターレ。あ、いい、皆さん出てくれた。お、どうぞどうぞ。じゃあですね、コンビの、インポッシブルとタモンズはどちらか、2人座って1人立っててください。で、シュンシュンと大島とアイバーの皆様は、はい、2人とも座っていただいて大丈夫です。あ、そうなの。で、タモンズとインポッシブルはどちらかを1人立っててください。はい、さあ、連れてきてみなさん、じゃあまずちょっとお名前だけでもね。お名前は、あの、うちのしおりです。しおりさん、しタモンズチーム、しおりさん、最高、フロンターレ最高、フロンターレ最高、ありがとうございます。さあ、そしてシュンシュンクリニックビールが連れてきてくれたのは、ゆうたです。ゆうたです。ゆうたです。何歳？ごめんね、鬼振りしちゃった、ごめんね。ご指摘いただけば、難しかったよ。鬼振りじゃない。11歳。さあ、大島を連れてきてくれたのは、はい、どうぞ。ゆりこです。ゆりこさんです。ふるさぼで、ふるさぼでいらっしゃいます。ふるさぼ歴何年ですか。10年。素晴らしい。ゆりこって言われてる。ゆりこだ、別に名前呼び捨てしないの。アイバーさんが連れてきてくれたのは、はい、お名前。ライトです。ライトくん、ライトくん、ライトくん、おいくつですか。10歳。10歳。すごいね、ゴリゴリの、ね、全身フロンターレって感じで、かっこいい。さあ、ね、インポッシブルチームが連れてきてくれたのは、お名前よろしいですか。アキトです。アキトくん、アキトくん、おいくつですか。14です。14歳。中学生。頑張ってください。さあ、というわけで、じゃあこちらのチームで皆さんに対決していただきます。はい、それでは、まず最初のお題を、いきたいと思います。第1問はこちらです。フロンターレ選手がギリ怒らない程度のいたずらを教えてください。だから要するにですね、どちらかの方が何々選手に書いて、どちらかの方が何々するみたいな。なるほど、はい、相談なしですか。相談ができればなしでお願いいたします。相談なし、フィーリングで、フィーリングでお願いします。そういうこと、まあ、できれば相談がね、まあしてもいいですけど、相談ない方がなんか、何々選手に、まあ何でもいいですよ、何々選手をとか、何々選手にとか、
で何々するとか何々を、あ、こんにちは皆様、まもなく試合始まりますけれども、ありがとうございます。もう思いついたら書いていいからね。いかがでしょう。スタート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 というきっかけがあったさあどうぞ。スタートしました。はい、さあ何々選手やっぱりギリ怒らない程度ですからね。どんぐらいだろう。家長選手のヒゲ勝手に剃っちゃうと。いや激怒だ激怒勝手に、勝手に、勝手に、あの、てるとき、いや、激怒か分かんないんですけど、怒られるかは、ギリ怒らない程度で。どうやったろう。あ、はい、大島チーム、大島チームね。あ、じゃあ、大島チーム、大島ゆり子ペア、じゃあ、まず上野くん、お願いいたします。鬼木監督に。鬼木監督に、はいはいはい、そして、何々でしょうか。いやこれはこれは怒られますね。おにぎ監督のものを借りパクしたら、でもギリ怒んないんじゃない。ギリ怒れ、1ポイント獲得、はい、素晴らしい。あ、じゃあ一般チームいきましょう。じゃあ行きます。はい、フロンターレの選手はギリ怒らない一発を教えてください。おにぎ監督に。おにぎ監督に。目が片方隠す。かわいい、ね、これは嫌でしょう。監督も練習するからね。練習するから。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。はい、じゃあシュンシュンチーム、ゆうとくんから。じゃあゆうとくんが選手から、選手の監督、はい、さあフロンターレ選手がギリを送らない、教えてください。ゆうなが選手に。ゆうなが選手にバリウムぶっかける。はい、いや怒るんじゃない。俺は怒るんじゃない。激怒。どう、ただもうね、字がもうものすごい感じてこんな字よ。書いたから1ポイント差し上げる。同じ綺麗な字書けないね。はい、タモットチーム、しおりさんが、あの、小林優選手の大ファンで。小林優選手の大ファン、あの、すっごい優しい方なんでして。なるほど。だからちょっと攻めてみました、はい。小林優選手のスパイクを油で揚げる。絶対ダメです。激怒じゃない。激怒じゃない。怒らないなら、インポッシブルチームいきましょう、はい。じゃあ、ひるちゃんから。はい、はい、ひるちゃんからお願いします。大南選手に。大南選手に靴下を片方隠せ。靴下片方隠せ。見せてください、見せてください。いいですよ、靴下を片方隠 す。こんなことされたら、まあ、大南選手も多分大らかな方なんで怒らない。よっしゃ、よっしゃ、素晴らしい、素晴らしいでいい。1ポイントに並んでますね、今。問題変えます。問題変えましょう。問題変えます。次の問題いきます。次の問題はこちらです。さあ、ババリンの半分は優しさでできていると言われておりますが、フロンターレの半分は何と何でできていますか。あ、はい、なんだ。まあ、こちらお考えください。スタート。まあ、だからフロンターレは何と何でできてる。ババリンは優しさ、半分が優しさですけど、フロンターレは何と何で半々でできているか。フロンターレは何と何でできているでしょうか。ババリン、え、終了、え、違うですか。あ、違う、大丈夫、まだ違う、あ、違う、終了。すごいところで終了しちゃいました、はい、終了。あ、というわけでこれで終わり。半々発表できず。できず。お時間ですか。しょうがない。お時間。わかりました。はい、行こう。ああ、行こうって。オッケー。一回だけ行こう。行こう。はい。え、マジ？オッケー。行ける。行こう。いや、フロンターレの半分は、フロンターレの半分は何と何でできてるでしょうか。これは二人で。はい、二人で。じゃあ行きましょう。はい。サポーターと。サポーターと。根性。根性。オッケー。1ポイント。1ポイント。1ポイント。じゃあ、はい、行く。もう時間ないけど、すぐすぐ行く。はいはい。まずは、涙と、ノグソ。ノグソ。終了。終了でございます。というわけで、じゃあ、集計結果を、うさぎわさび大島チームとインポッシブルチームが2点。というわけで、じゃあインポッシブルチーム、大島チームの、2組で優勝でございます。ありがとうな。じゃあ、それでは、皆様、皆様に差し上げていいんですよね。参加賞のサイン、参加賞サイン、サイン、一応1位のチームから選べることにする。あ、そうしましょうか。そうしましょう。じゃあインポッシブルチームと、大島チームで何か相談していただいて。
どれがいい？じゃあ、どれがいい？ゆうこさん、先選んでいい？僕の称号がなくて。どうぞ、どれか。ちなみに、エイジ、誰選手がいる？大南選手。大南選手が。大南選手、大南選手、差し上げます。はい、そして、はい。年下から選べることにしようか。年下か、一番10歳だもんね。さあ、じゃあちょっともう時間がないみたいなんでね、裏で申し訳ないですけども、ね、ライトにこれも上げるの、引き継ぎそうですね。あ、上げる、どうどう、嬉しい、どうぞ。あ、優しい、佐々木選手、小水選手もいる。あ、佐々木選手、そしてジェンドゥ選手です。皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。気をつけてね。ありがとうございます。というわけで皆さんありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます。次のステージもあっという間に始まってしまいますので、番組がちょっとじゃあ5時50分からスタートさせていただきますので、そちらの方もよろしくお願いします。というわけで噂の献血ショー第2公演でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。さようなら。すいません。